Thank you.
もう夜じゃん。前回の磨き編の動画は私的にも喋りすぎてうるさく感じたので、今回の組み立て編はキャプションのみの動画にしてみました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。本編はキャプションのみだったので、今回はエンディングでお話ししてます。こうやって動画もちょっとずつ変えていかないとワンパターンになっちゃいますからね。この年になると仕事での変化ってなかなかきついものがあるんですが、動画作成でちょっと変化にチャレンジするっていうのは楽しいです。会社とかね、失敗を恐れずどんどんチャレンジしろなんて言いますけど、実際仕事上で下手打ったら誰も責任取ってくれませんからね。仕事といえば今日が仕事納めっていう方も多いんじゃないでしょうか。私はね、30日まで仕事なんですわ。 YouTube をやるようになってから結構休みの日も忙しいです。まあ好きでやってるんですけどね。これも老後を楽しく過ごすための練習みたいなもんです。動画といえば、私の動画って割とコメントが少なめなんですよね。まあそんなに派手なチャンネルじゃありませんが、今後ともよろしくお願いします。私の動画を見てわからないことや質問がありましたら、どんどんコメントください。そして面白いと思われましたらグッドボタン、お気に召しましたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたねー。